明夫さん、あ、誕生日おめでとうございます。昨日誕生日でしたよね、確かね。おめでとうございます。そうなんですよ。おめでとうございます。祝ってくれたのはセンターさんだけだったんで。めっちゃ踊っとる。2、3。めっちゃ人おるけど。え、マジか。なんだと。え、マジか。アドミン見て死んでないなと思って押したんだけどな。マジか。死体を消したんじゃないですか、ちょっと。そうですよ、先生。竹雄さんが多分違うことを証明してくれると思う。はい。違うと思います。早かった。結論が出るまで。違うんですか、はい、なんでですか、同じ動きしてて、アドミン見て、ちょっと押しに行こうか迷ったんですけど、うん、センターさん押しに行ったんで、うん、自分は押さないでおこうみたいな感じの考えでした。うんね、最じゃあ、まさかりさんの最終目撃、我こそはっていう方は。アドミン、いや、失礼、ゲンがまさかりさん最後に見たのは、1回目の停電が終わった後です。うん、私、1回目の停電、最速で直してるんですね、レクトリカル。めっちゃ早かったですね。うん、めっちゃ早かったですね。その後、まさかりさんが入ってこられて、一緒にタスクやって、ゲンはまさかりさん残して先に出ていきました。で、ゲンの最終位置はリアクター終わりのエドベイぐらいかな。あ、いや、だから、リアクター1、ロアエンジン1、アッパーエンジン1でした。そうなのよ。だから、リアクターかなと思ったんですよ、僕、死んだのは。はいはいはい。ああ、いいですね。待って、ゲンさん、メッドベイの中、最後。はい、リアクター行って、で、その最終地点はメッドベイです。なので、たぶん、センターさんと竹雄さんが見た時点で、私、リアクターにいたんだと思います。いや、ああ、そこだ。そんな時間じゃなかった。あれじゃない、アッパーじゃない、多分、アッパーの位置がゲンさんってこと。アッパーでも1つ、はい。リアクター、アッパー、メッドベイのいずれかの位置はゲンですね、多分。うん。うん、最終位置自分アドミンでした。自分もアドミン、うん、私リアクターです。あ、MP がリアクターか。エレクトリカルですね。はい、秋尾さん出してきました。はい、秋尾アベレジさんはエレクトリカル、ナビゲーションです。御堂氏さんってあの緑のペット連れてます？あ、連れてます、連れてます。先端さんと竹尾さんがアドミン見てたのを見てないんですよ。自分アドミンでダウンロードとあの、まあ、タスクいろいろこなしてたんですけど。ああ、でも二人ずっと、うん、本当に短いですね、見てると見た時間って、うん、あ、もうちょびっとさんちょびっと見てすぐ出てった。二人ともいましたね、うん、ペットも何なら見ました、あの、うん、引っかかってました、ね、めっちゃ人引っかかってバグリッチなかった、うん、ゴゴゴゴゴってなってたペット見ました。俺のペットがあれ、なんか皆さん目線ゲーム疑わしくないんですね。疑わ、あんまり疑わしくない。ナイスキル。リアクターかな。クールタイムを稼ぎます。ここはもうキルしません。できる状況だけ作る。はい、ゲンをしておきます。まあ、シャカリさんの最終目撃情報、ゲン以外で持ってる方おられたら提出した方がいいかと思ったので。逆にその、え、あの先端さんと竹雄さん、御曹司さんと俺がアドミンにいて、先端さんと竹雄さんはチラッと見てすぐ申しに行ったんですか？うん、そうですね。うん、ってなっ
って、ゲンさんの位置も分かって、あと他の方の位置が分かってないんで、他の方の話も聞きたいですね。砂ザメ、砂ザメ、あのカフェテリアウェポンナビゲーションで、停電の時がウェポンでチュンチュンやってました。うん、なので、治ったタイミングがよく分かってないです、あのチュンチュンやってたんで。はい、で、多分、竹雄センターがアドミン見てるんだったら、ウェポンナビゲーションあたりにポンポンって位置あったのが私です。覚えてない。なかった。僕は見てない。はい、です。であれば。まあまあ停電の時にウェポンでしたっていうぐらいの時系列です。あ、停電の、ああ、オッケー。他が、うん、あとは、アベレージ脇尾がエレクトリカルで作業してて、途中一回なんか閉じ込められて、僕と脇尾さんが二人っきりになってました。うん、それは時系列で停電前、停電後、多分停電後かな、そういう意味で言うと。多分停電後っすね。うん、ですよね。あロアに1位いたって言ってませんでした？アドミンで、はい、うん、ロアにいた人がいないんだったらロアが下位なんじゃね。ロアいた、ね、僕2しか見てなかったからアッパーかリアクターだと思ったけど、リアクター私がいたんで、リアクターヨミさんなんですよね、うん、え、ヨミさんリアクターにいたんですか？リアクターいたって言ってましたよ、前回の会議で。そう、さっきのは僕のアドミン情報、僕と竹雄さんアドミン情報出した時に結構早めに言ってた。あ、じゃあヨミさん割と黒いっす、ゲンの。え、私誰とも会ってないですよ、マジで。はい、だからおかしいんですよ。ゲン、リアクターでかなり長い時間いたんですね。覚えゲート番号1から10まで押すやつ両方やってるので、あ、その間にヨミさん、ヨミさんはゲンお見かけしてないわけですよね。私ストレージからあのエレクトリカルで、ロアなかったんでリアクターで、下から来てます。これ、まあ、ゲン読みのペアってどうですかね。あ、いいと思います。私読みさん参加するんで、読みさんタスクいただければ。じゃあお願いします。まあ、左に3人いたはずなんで、下位読みゲン。いや、だと思います。いいと思います。本当にロアあった？僕なかったと思うけどな。見としますよ。おっしゃお。あ、押せなかった。はい、あ、やっぱりか。おろ？はい、あの、ヨミさんが殺しましたね。いや、僕、はいはい。下の位置は？下の位置は O2 なんですけど、はい、停電が始まってからずっとセキュリティでもずっとこの死体見つけ行くまでずっと見てたんですけど、あの、ゲンさんと、白のゲンさんと紫のヨミさん一緒に動くって言ってたじゃないですか。で、はい、下に一緒に動いててナビゲーション入ったり O2 入ったりして、で O2 から出てきたのがヨミさんだけだったんで、あ、これもしかしてと思って O2 行ったら白のケンさん死んでたんで、いや私停電になった後にケンさんと離れちゃったんですよ、うん、で見えなくなっちゃって、え、どこ行ったんだろうと思って、で私普通にタスク周回してたんで、うん、でその時に誰だったかな、なんか下の方行ったらシールドあたりで、うん、誰だろう、あ、アベレージです、それ。あ、安倍さんとかに会ったんですよね、うん、すれ違いましたね、そう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 、でも安倍さんは下からでしょ、はい、でもヨミさんは 上から行ってるわけだから死体はオツにあったんですよ、安倍さんは別に怪しくもなんともないですよ、安倍さんは違いますよ、うん、僕ずっともらったんで、ずっとそのさっきまで一緒に動いたんで、一緒にダンスしてましたね、そうだからもう信じてください、うん、アベレージさんは最速でも入れました、レプチンさんをセキュリティで見てたんで、私の砂止め目線だと、セキュリティからレプチンさんがアッパインにカフェテリアウェポン O2 に行って即殺して即キルしないと、多分今のタイミングって難しいかなっていうのが砂止め目線、うんうんうん、なのでレプチンさんはセルフレポート難しいかなって思ってます、はい、じゃああれか、ロア1いたのか、
あ、それかあれだっけ、僕見て武雄さん見てって状態でしたっけ昨日ですね。それいや多分、うん、ロワーからのリアクターじゃないですか移動が。かリアクターからベントとかか。あ、じゃあそれはなんか11だったから。どうしたみんな、これ誰に出てるんだ。いやあなたですよ。これ、これ自投票しました、自投票自分に入れました。ちょっとレプチンさんが殺したようなには見えないな、セキュリティから移動して。いやこれはレプチンさんな気がするわ。バイバイヨミシャン、さよなら。ちょっと今回俺バグって会議参加できてないっす。あ、オッケーっす。サイレントキルしまくるしかねえな。疑われてそう。何してんの、秋代さん。はい、アベレージタスク終わったので鳴らしました。はい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 。って感じ。めっちゃ進んでましたね、タスクで。うん、ね、終わりそう、うん、いいと思います。いいと思います。まあレプチンさんが白くて、うん、アベレージさんとワキオさんが結構白目なのかなっていう印象が、はい、ちょっと、はい、本郷さんに変なこと聞いちゃってもいいですか。はい、いいですよ。アドミンで私の姿って見えてました。見えてました、今ですよ。そうですね、はい。あ、気のせいか。いや、ごめんなさい、あのちょっとなんか弁当から出たようにちょっと見えちゃったんで。でもあの、もうちょっと、あの停電が開けた瞬間にふわっと下から来たような気がしたんで、あ、ちょっと見間違えたかもしれないです。あ、多分目線だと真田さんと一緒にあのアドミンを見てたって。弁、あ、了解です。弁弁今弁って言いましたよね、今弁弁。私小さいことが気になってしまいまして、うん、そう、まあまあでも全然あの見間違いの感じの見え方でもあったので、うん、まあ一旦気にしないと、はいはいはい、失礼しました。はい、うん、スキップ。ベン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 。あ、ちなみにバグ大丈夫でしたか今回。あ、今回参加できてます。あ、よかったです。了解です。ナイス。されるな。みんな、ワキオさん、うわ、やっちゃったね今ね。アドミンに僕押せてなかった今。うわ、いいっすよ、じゃあ。はい、お願いします。じゃあセンターさんで。はい、あ、ワキオさんがアドミンに入ってきたスズさんをやってましたね。まあ言いますよね、そうやって。ワキオさんは名演技ですね、名俳優だ。先生さ、焦っちゃったね今ね。ちょうどアドミ入ったら、いや今殺してうろうろしてたんで、ワキオさんね、やってたんで。僕はセンターさんです。これはね、あの僕疑われちゃうかもしれないですけど、これセンターさん。あれ、あれ、カメラで見てた人いたんじゃないかな。カ
カメラというか、カメラ、比較的見てましたね。直接見てましたよ。お、脇尾さん。あ、直接見てたんだったら、そっちのが。あの、脇尾さんと一緒にある、はい、あの、アドミン、なんか脇尾さんの方が先で、自分も。脇尾さんの方が先？脇尾さんの方が先で、竹雄が後ろに続いて、はいはい、アドミンに入ったところで、なんかレポートが光ったっていう感じなんで。じゃあ、センターさんで。いや、センターさんがベントで殺しましたよ。僕奥にいましたよ、カードのところに。奥じゃない、奥じゃない。ベントで。とそうやって言っちゃって。あら、まあ、とりあえずローラーでいいんじゃないですか。で、今回はどっちが先になるかで決めたいと思うんですけど、はい、まあ、目撃してる竹雄さんが選んでいいんじゃないですかね。うん、竹雄さん、いつもお世話になってるから。ずるい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 ぞ。竹雄さん、あの誕生日おめでとうございます。昨日誕生日でしたよね、確かね。おめでとうございます。そうなんですよ。おめでとうございます。祝ってくれたのはセンターさんだけだったんで、そうなんですよ。めちゃめちゃめでたいですね。これあのセンターって書いてる右がこうクラッカーですよ。これ右のおめでとうのクラッカーですよ。これ自分に向けてるじゃないですか、これ。確かに。さあ、竹雄さんどうしますか。なんかクラッカーの方にちょっと投票しちゃいました。やだ。お願い。やだ。お願い。いいファッションだね、センター。どうしてだよ。飛んでた。アイジージー。アイジージー。素晴らしい。メイジー。素晴らしいですね。いい目撃でしたね。いや、マジでビビりました。タイミング良すぎた。ヒントから出てたのにびっくりしちゃった。ヒーって言っちゃった。そういうの。アドミンで見てたときに。あ、ビビった。ずっと弁当の中にいた。来た人殺そうと思って。危ない。いやー。え、結局、あ、そうか、ヨミさんとセンタンさん。あ、すいません。はい、うん、出ます、私が出ます。失礼。間違えてスタートしてしまった。びっくりした。そういう書き方があるのか。キャンセルできるんだ。キャンセルできるんですが、これをやると他の方に多分管理人が移ります。なんと、まあ、あれ俺かな、スタートって出てる。あ、じゃあ、そうですね、皆さん下に行ったら押していただければ。はい、着替えお願いします。はい、はい、じゃあミートにします。はい、よいしょ。弁当はやっぱ強いけど、その分見つかった時にはもうすぐ終わりますね。そうっすね。うん、これが弁当芸か。そう、生で見えて嬉しかったっす、僕は。ただセンちゃんどこ行ったんだろうと思って弁当ずっといた。パッション勝負何対何ぐらいでした？10-0っすね。クリティカルでした。くそー、10-0。おもろ。原始点、あの幽霊で別の方を追っかけてたんで、あのキルシーン見えなかったんで、コメント見たら結構半々でしたよ。あ、本当。どっちか分かんないですねっていう方も結構おられました。ああ、なんかそういう意味で言ったら僕、脇尾さんと結構行動してて、それで素人だと思ってたんで、まあ、センターの方だった感じでしたね。うん。ずるじゃん、そんな。いや、そういうゲームだから。やべえ。誕生日戦法は新しいですね。あれ、ちょっといいっすね。